新しいチャンネルが始まるということで、はい、武田塾イングリッシュチャンネル、トイック990点、はい、北京一級、ケンブリッジ英検の CPE、 イギリス留学3年間正規で留学して、正規留学してバイクでみんな登校してくるやつ、中学校で、中学です。偏差値で 31.6 でした。ポーダー始まりました、モチャチャンネルです。あ、こうやって言った方がいいかな。私、森田が武田塾東久留米校にやってきました。ちょっと坂田先生の真似しちゃいましたけど、はい、はい、関先生にご入れいただきました、はい、武田塾、田梨校、ひばりが丘校、東久留米校を統括している遺跡です。はい、はい、関東の方じゃないと、関東の方でも知らないかもしれないですけど、あ、そうだね、ちょっと知らないかもしれないですけど、出しておきますけど、うん、私が昔住んでたところです、ここですね。そうなんですよね、はい、びっくりしましたね。まさかの東久留米校、1月に開校したばかりなんですけど、はい、うん、この下のね、中華料理屋で食ってました、食べてましたからね。東大通ってる時、田無に鍵取りに行きましたし、おお、なるほど、もうひばりが丘の声優で基本は書いてましたから。一体武田塾ではどういうポジションなんですか？うん、まあ厳密に言うとオーナーなんです。はいはいはい。でオーナーなんですけど、後者にスピーキング、後者に行かないオーナーもいらっしゃるんですけど、はいはいはい、まあ、僕は割と教えるの好きだったり、うん、まあ、武田塾自体がすごい好きなんで、うん、割と後者にいることが多いですね。うんうん、マネジメントもしてますし、うん、指導もしたりしますし、まあ、ただ基本やってるのはやっぱ校舎長のマネジメントが一番、まあ、メインの仕事ですかね。統括ですもんね。そうですね。そして、うん、新しいチャンネルが始まるということで、はい、武田塾何でした？イングリッシュチャンネル、はい、イングリッシュチャンネルということで、はい、英語のチャンネルが始まるということですね。うん、そうですね、森田先生と僕とで始まりましたね。はいはい、なんで伊関先生はどういう人なのかっていうのをですね、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まあ、イングリッシュチャンネルをやるぐらいですから、はい、英語できないといけないと思うんですけど、はい、どんな資格持ってるんですか？一応トイック990点、はい、英検1級、英検1級はなんかパーセント出るじゃないですか、はいはい、東京都の中で上位 1%。 おお、すごいじゃないですか。あとはケンブリッジ英検の CPE、はい、と、まあ、IELTS とか TOEFL とかも受けたことはあるんですけど、はい、ちょっと古いんで、 IELTS は多分 7.5 だったと思います。 TOEFL はもう本当に何年前だろう、10年とか前、本当にイギリスに留学行く時にとって、でそれが90だったんで、まあ、今は今受ければもっとね、全然いけると思うんで、うん、ですけどね、イギリス留学してるのでね、はい、あ、そうです、イギリス留学3年間正規で留学して、正規留学、そうそう、イギリスってね3年で、そうです、大学が3年間間違いないですね、あ、辞めたんだみたいな、ね、ジョン・ムーア大学辞めたんだみたいな、ね、そういうのではありません。ジョン・ムーアとは全然違いますからね。どこでしたっけ、素晴らしい大学ですから、イースタンゲー大学っていう大学なんですけど、そう、イギリスの中でも結構上位の大学ではあります。じゃあどうやってね、英語勉強してきたのかちょっと聞きたいんですけど、はい、どうだったんですか、最初英語はできたんですか？英語はもうめちゃめちゃ苦手で、あ、そうだったんですね。本当中学生の頃とか3だったんですよ、評点も、はいはい、3だったんですけど、僕が通ってる中学校が超荒れてて、授業中に携帯の音とか鳴りまくるんですよ、音楽鳴ってるし、1クラス40人なんですけど、はい、大体30人ぐらいしかいないんですよ、そもそも、不登校が大体ね、10人ぐらい、まあ、全部のクラスいるんで、6クラスあるんですけど、60人ぐらい不登校、バイクで登校してくるやついるし、中学校で、中学でです、高校じゃないんですよ、もう中学なんですけど、みんな高校生みたいなやつらでしたね、タバコ吸ってるやつもたくさんいたし、やっぱその授業を全然理解できなくて、なんで B 動詞が本当に理解できなかったです。アムイザーって知らなかったんですよ、はいはいはい、本当にゴーとかビルとか日だしそうそうそう、よく使われるしみたいな、なるほど、 B ゴイングってあるしみたいなっていうレベルでしたね、うん、中学の時は。そこからどうやって英語を目覚めたんですか？そこからもう高3まで目覚めることはありませんでした。まあ高1の時にちょっと英語に力入れてる高校入ったんですよ、はいはいはい、偏差値54ぐらいの都立翔陽高校、はい、まあ、飛翔の翔に太陽の陽、スラムダンクにね同じ名前の高校出てくるんですけど、バスケは全然弱いんですけどね、はい、僕高校最初の模試、ベネッセ模試で250何名中250何位みたいな、はい、ビリから2番目だったんですよ、はいはいはい、でしかもその日一人欠席してたんですよ。はい。ということは。ということは。って感じで。偏差値で言うと 31.6 でした。もう英語と国語の合計の偏差値が 31.6、はい。英語の方がちょっと高かったんですけどね。うん、国語が28とかだったんで。はい、で、みんなまあ僕より英語できたんで、なんか英語かっこいいなっていうのは実はそこあったんですよ。うん、高校生の時から。都立の高校の中で唯一海外に修学旅行に行ける高校なんです。そうなんですね。僕の一個やったらシンガポールとか行ってて。うんうん、
なんですけど、僕の時石油が高くなっちゃって多分、はいはい、ガソリン代かな高くなって、はいはい、僕だけ韓国みたいな。へえ、そうだった、ね、シンガポールとか行けるって聞いてたのにみたいな。なんでだよっていう。それで高校1年生の時に僕英検3級かな、はい、もう1回受けたんですよ。中3で受けて取れなくて、で高1の時に多分落ちたんじゃないかなぐらいできなかったですね、うんうんうん、そこから這い上がったわけですね。這い上がりましたね。まあ叩いたわけですね、少量だけ。高1高2はぶっちゃけそんな特別なことしてなくて、強いて言えば予備校行きました。あ、そうなんですね、はい、映像授業と生授業、まあ、生授業メインの立川にある予備校に通ったんですけど、うん、まあ偏差値全然伸びなくて、うん、っていうのと授業あんま行ってないのと、はい、まあ、生授業なんて行かないとそもそも意味ないじゃないですか。はいはい、そうですね。だ意味ないっていうのと、テキストはもらえるんですけど、テキストに回答解説ついてないんですよね。大手じゃないんですけど結構合格実績いいみたいな。おー、なるほど。東大生とかがよく教えてたりしていて、謎に僕東大数学やってたんですよね。そこの理論は難しい問題に慣れておけば簡単な問題解けるようになる。なるほど、なるほど。コーチトレーニングみたいな、積み上げじゃなくて上から押していくとこだったんですよ。ただそこで合格実績出てるのって、まあ、国立高校とか立川高校とか、うん、もう最初からできるやつだったんですよね、はいはい、ってのに徐々に気づいていって、うんうん、高3の初め頃にこのままじゃやばいなって思ってた頃に、うん、予備校に行ってる人は読まないでくださいっていう林塾長の本を読みまして、うんうん、そこを読んだ時に、あ、そうか、予備校って実は合格実績水増ししてるっていう話だとか、まあ、実はこの近くでも予備校あって、うん、あの実際そこの予備校通ってた人から、いや僕何個受かって何個掲示されてましたみたいな、はいはいはい、僕の分が全部載ってるとかね、はいはいはい、言われたりしてたんですけど、まあその時もそう思ってて、うんうん、でまあ、このままじゃ受かんないだろうなっていう時に、武田塾の勉強法であれば逆転できるんじゃないかと。参考者中心と。そうです、もう武田塾入塾しましたなんで、はいはい、あの林塾長が受験相談してくれて、ほう、なんでめっちゃ珍しいと思います。まだ2校舎しかなかったです。そんな時から、ね、今や武田塾のオーナー側になってるっていう、はい、まさかその時はそうなるとは思いませんでした。そうね。で大学受験で英語、そうですね、大学受験まではそこで行って、明治大学の商学部、その大学受験も結構波乱万丈というか、途中でヘルニアになって、週5病院通院しないといけなかったりとか、まあ、武田塾は当時すごい遠かったんで、はい、高校から片道2時間かかったんですよ。で家からも1時間半かかるし、うん、怪しいし、はい、親から反対されて、なるほどなるほど、いやでも僕は武田塾に行くんだって言って行って、で親からセンター試験前日にお前絶対受かんないみたいなことを父親から言われたりしてですね。お父さんも高卒で母も高卒なんですよね。おいおいおい、はい、なんでいわゆるアメリカで言うとファーストジェネレーションっていう、なるほど、初めて大学に行った世代みたいな感じなんですけど、まあなんとかね、武田塾の先生のサポートとかがあって、まあ、明治大学商学部は受かったような感じです。そっからどうしてイギリスの大学行こうと思ったんですか。留学はもともとしようと思ったんですよ、はい、英会話サークルとかも入ってて、初めて受けた TOEIC は630点だったんですけど、その年に850とかかな。もうめちゃめちゃ勉強したわけですね。あと英検準1級もその時に取りましたね、うん、その英会話サークルの友達に武田塾みたいな方法でなんか宿題出してもらって、参考書中心に TOEFL だったり TOEIC だったり英検だったりっていうのを、まあ、資格を申し込むことによって期日を作って、そこに向かってやんなきゃいけないみたいな感じを出してやるようにしてましたね。一時期サボっちゃって、はいはい、なんかもう明治受かったしみたいな、武田卒業したし、うんうん、できるっしょみたいな思ってたんですけど、やっぱりその意思の力だけだとどうしても勉強できないっていうところがあったんで、そういう工夫はしてました、うん、で2年夏頃にイギリスの大学フェアっていうのがあったんですよ、うんうんうん、東京で。でそこでイーストアングリア大学の教授が来てて、日本に何十個も来てたんですけど、もう一番イーストアングリア大学の、まあ、理論と実践を大事にするっていう理念があるんですけど、うんうん、そこに共感して、はい、もう武田塾ぐらい共感ですね、があって、いやもうここはもうイーストアングリア大学行くしかないと思って。なるほど。じゃあ明治から移籍したわけですね、はい、そうですね、移籍だけにどこにこれをぶち込もうかずっと考えてるそういう感じで、まあ、明治は辞めてもう正規に行こうって決めたんですね、そこで、はい、いいじゃないですか、正規の移籍とか並び同じだし、正規、非正規確かにお、交換留学とかは考えなかったんですね。交換留学考えてたんですよ、はい、ただそのイースタグニア大学がないっていうことと、はい、1年の頃の成績が悪くて、はいはいはい、足りなかったんです、成績が。成績の中に移籍が入ってる確かにすごい、そうなんです。
ですよ。それでもうじゃあ正規で行くんだって言って、うん、すごいですね、もう行動力がすごいですねで武田塾のねオーナーになる、そうですね、もうなってましたし、じゃあその辺のことを次はちょっと聞いていきたいと思います、はい、どうしてオーナーにっていうね、ぜひ武田塾イングリッシュチャンネルの方ですね、あ、そうですね、登録お願いします、話しますので、私たちですね、はい、はい、関さんのどういう人なのかっていう謎も解かれていくと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、関先生おいでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。